イメラジオ第2960回、今日は令和3年6月19日土曜日です。時刻は午後8時、横浜港北、土曜の夜、1週間で一番心落ち着く時刻となりました。今日は雨の土曜日で、けれど今雨は上がっていて、けれど空は雲が広がっていますね。土曜の夜8時ですから、夜景はキラキラしています。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、イメラジオ2960回目、今回は慶太天皇祝いの乱を平定、こんなタイトルでお話しします。慶太天皇祝いの乱を平定。528年のことですね。というかかなり長く続いた乱なので、527年から528年まで1年半ぐらい続いた祝いの乱ですよ。この慶太天皇って人は、もともと越前の国を治めていた、そういう人なんですよ。で、皇族ではあっても、なんか5代遡ってやっとっていう応神天皇ですね。応神天皇にまで5代遡ってやっとたどり着くっていう。で、この慶太天皇の父親も祖父も曽祖父も別に天皇ってわけじゃない。だ、普通こういう5代も遡って遡らなきゃいけないし、父親もその上も別に天皇なわけじゃないっていうのは、全く天皇になるラインからは外れるわけですね。けれど、この慶太天皇の前に武烈天皇っていたんですけど、この武烈天皇に後継ぎがなく、でどうしよう、権力の空白を作るわけにいかないということで、越前からこの慶太天皇を呼んでこようと、そういうことになったわけです。これが6世紀の初め頃ですね。で、武烈天皇っていう一代前の天皇は、なんか非常に悪く描かれ、日本書紀で。で、それはやっぱりこのあまりにも、なんていうか、正当性がない、あまりにも連続性が薄い。この慶太天皇を持ってくるにあたり、その前の武烈さんを、まあ、足ざまに言うことによって、それで次の新しい慶太を正当化しよう、そういう意図があると思われます。実際に武烈がどれほど残酷だったのかは分かりません。しかもこの慶太天皇なんですが、じゃあ越前から大和まで来なきゃいけないわけですよね。当時は大和政権の時代です。あ、大友の金村とか物部の荒海、こういう
大和政権の有力者がぜひお願いしますともう頼み込んで慶太天皇に来てもらうことになったんですよ。本当は慶太の前にもう一人候補がいて、その候補のとこにも使者を向けて、でどうか天皇になってくれませんか、次期の天皇になってくれませんかと言おうと思ったんだけど、その候補者にされた人がそのいっぱい人がやってくるのを見てですね、当然兵士もいますから、その中には自分がやられるんだと思ってそのまま逃げ出して行方不明っていう、こういう経緯があって、ですからこの慶太天皇に頼むときにはその頼み方もかなり注意したようです。いきなりたくさんの人数で行って、でたくさんの人数の中には兵士も含まれますから、そんなんで行くと向こうとしてはビビってなんかやられると思っちゃうわけなんですよね。でこの慶太天皇は結局よし行くぞとなったもののですね、実は大和の地に入るまでに20年ほど時間をかけています。一説にはこの慶太天皇の即位を、よく思わぬそういう政権の中の一部の勢力あり、ですからそれに配慮してのことだったとは言われますね。でこの時じゃあ20年間どうしてたかっていうと、住まいを数年おきに変えながら徐々に大和に近づいていくような、そんな暮らし方を慶太さんはやったようですね。淀川水系ってよく言われますよ。淀川水系、琵琶湖から大阪湾に抜ける淀川、その淀川の適当な場所に宮殿を作って、でそこに数年暮らして、次はこっちに宮殿作って、そしてそこで数年暮らしてみたいな、そういうことを慶太天皇は20年ほどおやりになったようですね。もともとこの越前っていうのは鉄鉱石が取れる地域で、しかもこの慶太天皇は越前にいた頃からその鉄技術、あるいは鉄職人、これをなんていうか自分のものにしていて、でこの鉄職人は当然渡来人となりますよね。当時6世紀初頭の日本に自前で鉄を作るそういう技術はなかった。鉄は朝鮮半島から、あるいは朝鮮半島の南から持ってこなきゃいけなかった。ですからこの淀川水系に居を構えていたのも、あれもともと越前にいたというのも、やっぱ半島に行きやすいっていうそういう思惑があったと思われます。実は6世紀の日本を語るとき、半島との行き来、これは避けて通れず半島との行き来があった、大規模に。そしてその時なぜ半島と行き来しなきゃいけなかったのか、それは日本にはない鉄技術があったから。今でこそ鉄がなんだと思っちゃいますが、武器として農具として道具として鉄っていうのはもう石器や土器や木製のあんなんと比べたらもう比較にならないアドバンテージがあったわけですね。6世紀の日本を考えるとき、鉄技術、そしてその鉄技術のための
あれは敵機のための半島との交易、これは心に留めておきましょう。やがてやっとというか大和の地に慶太天皇をお越しになって、けれどその時に祝いっていう北九州、今の福岡県ですね、筑紫と呼ばれるところの豪族、この祝いももともとは大君天皇につながるそういう血筋のもの、その祝いが反乱を起こした、これが527、そして1年半ほどかかって平定528の11月までかかりましたね。この祝いという豪族はバックに新羅半島のね、新羅がいて、そして慶太天皇はもともと越前にいた頃から百済とのよしみが深かったそうです。百済を応援するためにあるいは半島の南側の茅って呼ばれてたところですね、そこを応援するために慶太天皇が5万人とも言われる兵を日本から送ろう、しかもその兵は大和から送るんじゃなくて九州から送ればいい、近いし、当然そんなことやらされる筑紫の祝いとしてはたまったもんじゃない。でその状況を知っている新羅がその筑紫の祝いに近づいて、うちと組みませんかと、このままだと損するのはあなたですよ、それでこの祝いが乱を起こした。1年半も平定にかかるということから相当な乱、そしてこの祝いという豪族が九州で持っていた力が大きかった、うん、結局これでこの祝いの乱で慶太天皇はこの時半島に兵を送ることはできなくなったようです。というより大和からそれこそ5万人の兵を送って九州にね、やっと平定したという、これでもし平定してなかったら大和政権メンツ丸つぶれだったことでしょう。後に白月の絵の戦いっていう、これはもっと100年ほど後のお話ですけど、その時に日本がやっぱり百済を応援しようと思って2万人ほどの兵を送ったらボロ負けしたという、当新羅連合軍にね、そんな戦いがありましたが、まあ、もしこの時慶太天皇が兵を送っていたとしても祝いの反乱によってそれが国内で止まったわけですが、もし送っていたとしてもろくな戦いはできなかったろうと思われます。慶太天皇、この天皇からまあ万世一系といえば万世一系、そしてその前の武烈までとは血筋がもう遠いと。だからこの慶太天皇から始まる、あるいは慶太天皇で王朝が変わった、こういう説もあるようですね。夢ラジオ第2960回、今回は慶太天皇祝いの乱を経てお話ししました。土曜の夜です。